こんにちは、なおちゃんと申します。ご視聴ありがとうございます。この動画見ていただいている方でね、たどり着いた方はこのね、白熱する教室、4月1日発売なんですけども、お手元にね届いてらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。ここに私特別支援教育のね、連載をさせていただいてきたんですが、4回にわたってね、それを見て、読んでね、QR コードがあってピッとしたらここの動画にたどり着いたなんて方もいらっしゃると思って、ご挨拶と思って今日は動画撮らせていただきます。本当に読んでいただいて、関心持っていただいてありがとうございます。そしてね、4回にわたって読んでいただいた方、またねたくさんのご感想、反響、ご質問とかね、お寄せいただきまして本当にありがとうございます。お一つお一人お一人お一人ね、とても嬉しく読ませていただいたり、あるいはそこはそれがきっかけでね、ご縁ができたりとかして、とても嬉しいなっていう思いで、ありがたいなっていう思いでおります。4回にわたって、書かせていただいたわけですが、一番やっぱり思いは、子供も笑顔にっていうことなんですがね、子供を笑顔にするために学校の先生、苦しい思いして、ああ、大変だ、しんどい、みたいな感じでね、苦しいぞ、みたいな思いで日々、そんな顔を見て、子供たちは、その先生の顔を見て、日々の学校生活を送っているわけで、一番やっぱり学校の先生が笑顔で、心地よく、日々を過ごしていただけるような、そんなね、正しさを書くというよりも、優しさやね、温かさでもって、あと楽しさでもってね、やっていただきたいと思って、そんな思いを込めて、連載書かせていただきました。第4回の最終回になります。ぜひまだねお手元に取られてない方、全国の書店で発売中ですので、中村堂さんのね、菊池実践の菊池正蔵先生の実践誌の教育誌ですけど、ご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。またあと私の話は置いといて、今回のね春号、とてもね必見ですよ。特に何だろうな、4月学級スタートしてから3月、学級集団がこう成長していって、終わりを迎える、締めくくる、そこまでの、集団の成長の段階を4つに分けた、タックマンモデルっていうのがあるんですけど、このタックマンモデルを元にして、どういう見通しを持っていったらいいのかと、それぞれの学級の状況に対して教師としてファシリテーターとしてということもできますかね、何を狙ってどうそこに関わっていったらいいのかみたいなね、その見るポイントみたいなものもここに分かりやすく実践とともに、子どもの自立とともに書かれています。簡単に言いますと、4つの段階があるっていうんですよね。1つ目が形成期、2つ目が混乱期、3つ目が、標準期、4つ目が達成期っていうね、4つの段階があるってことなんですね。で、1つ目の、形成期っていうのが、4月クラス替えをして初めて出会った子どもたちとお互い様子を見合いながら、集まったっていう段階が形成期ですね。まあそれで1年間終わってしまうのも、残念じゃないですか。で、お互い形成期の中でお互いのことをコミュニケーション取りながら、こう出し合うんですね、自分のことね、自分はこう思うとか。そこで次の段階できるのは混乱期なんですね。お互いのこう意見が衝突し合って、集団としてわーわーわーってなる時期ですね。ありませんかね、担任の先生されてる先生、ああ、あの時期あるな、必ずってね。そうそう、その時期ですよ。でも混乱期って言いながらも、なんか名前だけ言うとネガティブに聞こえるんですけど、それは、成長の過程において、とてもこう次のねステップのために、プラスに捉えることができる、ポジティブに捉える時期なんですね。うん。で、この混乱期、お互いのことをこう混乱期出し合う中で理解し合えてい、く時期、標準期っていうのを迎えるわけです。お互いがお互いの違いを理解し合えて、いる時期が、標準期です。そしてその先には達成期、じゃあそんな僕たち、どんなところを目指していこうって言って、お互いこう集団がチームになってね、いく、クラスがチームになっていく時期なんですね。で、今4つの時期話しましたね。形成期、混乱期、標準期、達成期。そんな風に集団が自律的になっていくにつれて、教師の支援もだんだんこう手が少なくなっていくわけですよね。で、自律的なこう組織っていうのが出来上がるわけです。会社でまあ言うとね。
でクラスもね同じ集団ですから、集団がチームになっていくプロセスの中で、学校の先生としてどんな見るポイント、どういうこう関わりをしたら支援になるだろうか、集団の支援になるだろうかみたいなことがとても分かりやすく書かれていますので、もしよろしかったら、ご覧になっていただけたらと思いますし、特別支援教育で生かす菊池実践、ここを私担当させていただいているので、もしよかったら、見ていただけたら、そしてね4月 の、 あの特別支援教育の実践に生かしていただけたらと思います、はい、というわけで、今日はこれ書いてる人はどんな人なのっていう人のために、ってことが一つと、まだね、お点取られてない方のために、これが、ご自身にとってどんな風にね生かされるよなんて話を学校の先生向けにお話しさせていただきました。私のお話は以上です。ありがとうございました。